皆さんこんにちは、ちがみです。今回はジーユンの正規販売店から提供いただいたこの、クレーン M2 というジンバルをレビューします。 YouTube チャンネルを運営しているとちょくちょくこういう商品提供の話はいただくんですけども、自分にとって生産性を高めることにつながらないものは持っていても仕方ないので、自分が本当に欲しいと思ったものだけ受けるようにしています。今回のジーユンクレーン M2 も最初話が来た時は迷いました。それはこちらに置いてある同じジーユンのウィービルラボというジンバルを持っているからです。しかしウィービルラボが、フルサイズのミラーレス一眼を対象にしているのに対して、クレーン M2 はコンデジや、小型のミラーレスカメラを対象にしているということで、これなら今までと異なるスタイルで撮影ができるなと思って受けることにしました。結果数回利用しましたけども大変満足しています。このレビューの結論を最初に言うと、小型軽量ながら十分作品撮りに使える、ただし軽量装備に限るという感じです。3つのセクションに分けて、作例と対応機器の紹介、アプリ連携が便利、小型軽量、携帯しやすい優位性という3つのセクションでお届けします。それでは行きましょう。まずは作例と対応機器の紹介です。先日アップしたお塩さんのポートレート映像でもこのジンバルを使用しました。まだ見てない方はぜひ見ていただければと思います。こちらからも飛べるようにしておきます。この映像を撮影した時は α6400 にソニーの E35mmF1.8 のレンズを使用しました。 α6400 には手ブレ補正がついていないのですが、レンズにはついていたっていうのと、あと 120fps で撮影してスローモーション対応していたということもあって、ブレを意識させない映像になっていると思います。これをスローモーションにせずに通常再生にした時はこんな感じです。これはソフトウェアでの手ブレ補正も入れてないです。細かい揺れはありますが、被写体でもある人も動いているとそんなに気にならないですよね。では風景の映像ではどうでしょう。これは α6400 にレンズは 10-18mm の F4 のレンズをつけて撮影しました。広角で撮ってレンズに手ブレ補正がついていても風景となるとちょっと細かい揺れが気になりますよね。ただこのぐらいのブレであればソフトウェア補正でなんとかなります。ファイナルカットの手ブレ補正をかけました。若干トリミングされてしまいますが、十分滑らかな映像になっていると思います。この2回の撮影を終えて、ボディ側に手ブレ補正のついていない α6400 を使ってこのジンバルを使うときは、レンズ側の手ブレ補正、 OSS がついているレンズを使う必要があるなと感じました。Amazon の販売ページにボディレンズの対応表が載っていて、そこにソニーのレンズだと11個掲載されていました。それがこちらです。ソニー以外のカメラをお使いの方はすいません、ご自身で調べていただければと思います。これら11個それぞれの重さも調べました。このうち OSS がついているのがこの3つです。 α6400 で使うならこれらがおすすめです。では手ブレ補正のついている α6500、α6600 だと11個の中から選び放題かというとそういうわけではなくて、カメラ本体とレンズの総重量を意識する必要があります。カメラの重さはこんな感じです。クレーン M2 の最大積載量は 720g なので、セーフティーラインを置くとすれば 200g 以下のレンズを選んでおいた方が良いと思います。カメラにマイクや ND フィルターをつけることもあると思うので、その分も加味して考える必要があります。私はシグマの 16mmF1.4 という大変映りのいいレンズを持っていて、本当はこれを使いたかったんですけども、ND フィルターをつけての重量が 831g と 110g もオーバーしていました。ただひょっとして賞味期限みたいなもので、ちょっとぐらいオーバーしていても問題なく使えるんじゃないかなと思って一応検証しました。結果、惨敗でした。雨が降っていたので雑なバランス取りしかしなかったっていうのが問題だったかもしれないんですけども、もうソフトウェア補正では補正しきれないぐらいのブレが出ていました。そもそもシグマのレンズには手ブレ補正もついていないので、 α6400 と組み合わせるのはちょっと厳しいですね。ボディ内手ブレ補正のある α6500、6600だともう少しマシになるかもしれないですが、さらに重量が増してしまうので、最大積載量を超えての使用はモーターに負荷をかけることになるので、先ほどの対応表の中から選ぶと良いと思います。では続いてのセクション、アプリ連携が便利。ジーユンが出しているスマホアプリ ZY プレイを使えば、カメラとジンバルの操作をスマホで行うことができます。カメラの録画開始や停止、ジンバルのパンやチルトなどの操作を行うことができます。
スマホからは Bluetooth 経由でジンバルと接続、Wi-Fi 経由でカメラと接続できるのですが、異なる方法で接続している2つの機器をスマホ上で1つの画面で操作できるっていうのは大変優れているなと感じました。Zhiyun の製品はユーザーに対するこういった配慮をいろんな面で感じられることができて、大変好感が持てます。リモート操作の作例として、自撮りカメラワーク作例を作ってみました。これはスマホでパン・チルトの操作をしながら歩いています。初めてやったのでスマホやカメラを見てしまっていますが、慣れたらもう少し自然に撮れるようになるかなと思います。では次のセクションです。最大積載量が 720g ということで、機材を選ぶジンバルですが、小型軽量であるという点は大変素晴らしいです。移動中に軸がぶれないように設計されたロック機構が秀逸で、こう全然ぶれないんですよね。ウィービルラボの方は、分解しない限りはどうしてもまあこのサイズ感なので、持ち運ぶのにはちょっと気を使います。クレーン M2 のこのサイズ感であれば、手頃な袋に入れて、車の後部座席に置いておいたり、カメラバッグの中にポンと入れておいたりできます。この常に携帯できる優位性はとてもでかいと感じます。気合を入れて作品撮りするぞっていう気持ちの時でなくても、常にあることで、あ、撮りたいと思った時にパッと撮れるようになります。映像作品を作るとなると、数分の尺となるような撮れ高を求めてしまいますが、もっとスナップ写真を撮るような感覚で映像を撮っていってもいいのかなと感じました。撮った短い動画を、Twitter とかで小出しに投稿していってもいいし、まとまれば一つの作品が作れるかもしれません。ともかくそんな感じで、もっと高頻度で映像を撮っていこうと思わせてくれたジンバルです。私の場合はソニーの α7-3 にこの WeBuild ラボという組み合わせや、あとは α6400 とこの WeBuild ラボを組み合わせて使うという選択肢もありますけども、やっぱりこの小型軽量である点は大変評価できますし、今後どんどん活用していきたいと思います。ということで、Zhiyun クレーン M2 のレビューをお届けしました。参考になったという方はぜひ、いいね評価で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。